はいでは、大文五です。工夫して解きなさいの問題になっています。さまざまな工夫をして解いていきたいと思います。1番。一番、まずは、マイナス2とマイナス5をかける。マイナス2とマイナス5をかけるんですけど、まず符号ね、マイナスプラスマイナスで、マイナスの数2個ですから、偶数なのでプラス。じゃあ、2、5、12、19ですから、あとは答え190って書くだけ。2番のところは、ここが先かな。 えー、9るのお、失礼、マイナスの数が1個ですから、最初にマイナスを決めて、9け4四5 2 0なので、えー、マイナスの180。3番、マイナスの数2個ですね。2個ってことは偶数なので、プラスです。4二2 5で1 0 0の7ということなので、答えは700で出来上がり。えー、4番、 え今度は 25×8 がありますね。25×8 でいくんですけど、マイナスの数が3個なので、奇数ですから、マイナス 25×4 で100なんですから、8だったらば200ですね。×の11。最初に符号を決めたら、もう符号は書きません。マイナス2200。5番。五番ではえ、こちらはマイナス 4× マイナス5が先かな。それと、 中3とマイナス3もしていきたいと思います、えー。この組み合わせで掛け算していきますが、まずマイナスの数が3個なので、符号はマイナス。中3る3で39。4る5で20ですね、えー。このようにしてから答えを出して、マイナスの780。 え6番です。えー、6番では、えー、0.5とマイナス2を先にかけていきます。えー、マイナスの数は全部で2つですから、符号はプラス。7かける9、79、63ですね。かけるの1になりますから、答えは63。7番。 えー、7番ではあ、どのように解いてもいいような気がするんですけど、まあ、とにかくマイナス2とマイナス5ね、えー、0.2×5、えー、ですね、こちらをかけると1になりますから、まあ、これを使っていけばいいと。符号はマイナスが2個ですから、プラス、えー、0.2×5 で 1×6×5 で30ですから、答えは30。えー、最後です、えー。最後のところですけど、今度は、 えー 0. 2.5と,失礼と4をかければいいですね。マイナスの数は2個ですから、今回回答はプラス。えー、1.5×2.5×4 は10になります。ということは答えは15というふうになります。